どうしよう。善逸、そっちから引っ張ってくれるか。今やってるってば。もみつ、お前なんでそいつに抱きついてんだよ。違うわ、不可抗力だっつーの。っていうか俺は善逸。善逸、なるべくカナオに触れないよう引っ張ってくれるか。いやそれ無理だからね。俺超能力者じゃないからね。うるせえ。お前も見てるだけじゃなくて手伝えよ、イノシシ野郎が。あん、二人ともうるさい。カナオ、ごめんな。今助けてやるからな。と言ってもカナオちゃん全然びくともしないよ。っていうかこんな穴誰が掘ったんだよ。知らねえよ。だからお前は黙ってろ。もうすぐ部活が始まる時間なのに。とりあえず作戦を考えよう。これじゃ拉致が開かない。まあ確かに。おい、俺様が助けてやったら何かうまいもんくれるのか。お前はすぐそんなこと。わかった、うちのパンで手を打とう。よっしゃ。うん、わかりやすいやつ。みんなごめんね、よろしくね。おや、今度は誰がハマったのかと思ったら、これはこれでいいな。しのぶちゃんの時は失敗したけど、改良したから今度こそ。ジャージを着ているのがもったいないけど、やっぱり10代のこの足っていいな。なんだろう、すごく嫌な予感がする。カナオ、どうした？顔色があまり良くないけど。あ、うん、大丈夫だよ。おい、腹が減った。今それどころじゃないだろ。お前もっと真剣に考えろよな。しめしめ、こいつらいつも通りのやり取りをしているから周りの生徒たちも怪しんでいないようだな。これなら触り放題だ。炭治郎。どうした？なんか下の方誰かいるみたい。え、もしかして不審者が。また誰かに触られている。気持ち悪い。カナオちゃん大丈夫かい？大丈夫だよ。おい善逸、あまりカナオの顔を見るな。カナオの顔真っ赤じゃないか。ここには善逸と伊之助もいるのに。って、あれ伊之助は？おい、つまりこの下には確実に誰かいるんだろう。え、あ、うん。なら俺様が穴を掘って下を見てきてやるよ。お前そのスコープどっから持ってきたんだよ。いいから黙ってみてろ。うわぁ、さすがイノシシ、穴を掘るのめっちゃ早いじゃん。あ、なんか言ったか。いや、何も。ほら、頑張って、穴掘って。ん？なんだ？誰かが穴を掘っている。まずい、ここにいたらバレる。惜しいけど、今は逃げるべきだな。おい不審者、俺様から逃げられると思ったら大間違いだぜ。またお前か、クソ。逃がさないぞ。なんでこんな奴が穴の下にいるんだよ。こいつら、なんでこんなハレンチなことをしているんだ。カナオが気持ち悪がっていたぞ。ん、もしかして感覚遮断されていなかった？このよくわかんねえスイッチなら俺様が押しといたぜ。それはだから途中から足が動いていたのか。最低。まあいいや、逃げれば済む話だし。そうはさせないぞ。今度こそとっちめてやる。俺もカナオちゃんの前でいいとこ見せて、ねずこちゃんに俺の勇姿を伝えてもらうんだ。くそ、離せ。あいつ
刑務所に行くのか。まあそうなるだろうね。逃げ出そうとした時は焦ったけど、善逸伊之助一緒に取り押さえてくれてありがとう。パン50個で許してやる。どんだけ食うんだよ。はいはい、分かったよ。この3人本当に息ぴったり。でも私はここからどうやって抜け出そう。そうだ、俺と善逸が上から引っ張るから、伊之助はそのまま下からカナを押し上げてくれるか。いいぜ、任せろ。ごめんね、みんな。行くぞ、せーの。ぐぬぬぬぬ、ふん。キャ、よかったな、抜きだぞ。あ、いたたたたた、カナを大丈夫かって、ごめん、すぐどっから。うわぁ、カナオちゃん押し倒してごめん。善逸、言わないで、恥ずかしい。ごめんよ。何やってんだあいつら。お兄ちゃん、どこにいるの。え、ねずこちゃん。ねずこ、俺たちはここに。え、なんでカナオさんのことを押し倒しているの。違うんだよねずこちゃん、これは不可抗力と言いますか。最低。お兄ちゃんも善逸さんも知らない。え、ねずこ、これには訳があって。カナオさん、伊之助さん、行きましょう。なんでそいつはいいんだよ。は、俺は押し倒してなんかねえからな。うう、善逸さんのバカ、もう知らないもん。本当に違うんだってば。こうしてしばらくの間、ねずこちゃんが私のボディーガードになったから、炭治郎も善逸も近づけなくなってて。でも、ねずこちゃんと伊之助と三人で過ごすのも案外悪くないかも。ちょっと、強制的に終わらせないでくれる。誤解だからな。